はい、どうも皆さんこんにちは、ファイテルズです。よろしくお願いします。お願いします。さあ見てくださいこれ。え、守ってんね。あ、なんか光ってる。これはまさか伝説のこの世に2個しかない、ま、か2個しかないやつね。このワールドにはまだ2個しかない。この世に2つしか存在しないと言われている。なんで持ってるのかっていう、ね、禁断の。そうだね、これ見て。それを何に使うんだい。ほら、見したれ見したれ。そう、あ、もう黒い矢印は実績解除し終わったっていうことで、緑の矢印が1個しかない。もうつまりこの1個は前日的解除にリーチっていうわけですよ。これをやれば、これをや、つまりこれを圧倒的な力、ノッチリンゴを食べる。これをやれば、パート1でも宣言した、あの、前日的解除を、サブ目標を終わらせることができると。うわぁ。おぉ、素晴らしい。マジかよ。初めてだね。頑張ったな。まあ、できればみんな前日的解除やりたかったけど。まあ、いずれ。リンゴ足りないんでね。リンゴ足りないっていう。リンゴが、ちょっとやがったな。嫌なんでね、実は。あと、冒険の時間も偶然できたけど、あれも、そう、ほんと偶然あれは。全然何も考えてなかったよ。たまたま。そう。じゃあもう、行くよ。早速、よし、行け。行くのか。うわ、散らすね。あ、走ってる。今、走ってる。走ってる、今。いや、食えよ。いや、行かねえの。いいね。怖い。あ、怖い。あ、ちょっとずつ。いや、もうそれ、なくなってんだろ、もう。もう、じらして、キーは行くったもん。行くよ。シーンだけだよ、それも。行け。うおぉ、来たー。HP8 増えたよ。もったいねえ、なんでこれ食っちゃったんだろう。もったいねえ。もったいねえ。もったいねえ。1分、5分間ぐらい耐性持つんだね。もったいねえ。やっぱ上位の筋肉が強いんだな。なんかしたい。実績は実績。あ、実績見よう。実績見してくれよ。はい。獲得済み、はい、全部解除しました。できてる。できてる、できてる。サムネだな。すげえ、全部サムネ。地味だな。前日解除っていう文字出ねえからさ。なんもないですね。なんもないね。特に。実績一つの画面に収まらないんだな。そう。でかすぎる。まあ、こういうことですよ。サブ目標がクリアしたってことですよ。OK。素晴らしい。メインを頑張りましょうか。そうだ。頑張ろう。今スマイルが消えるっていうバグかわかんないけど、そういう現象が起こって。いって。ちょっとブロック置いて。ブロック置いて。これめっちゃ面白い、これ。なにこれ。あ、落ちた。なんか落ちた。あ、あ、置いた、置いた。お、怖え。風が吹いてる。風吹いてるわ。そんでも、森の予感は、素材が、基本的にダークオーク、丸石、白樺の木材。だから、丸石と白樺は大量にあるんだよ。それをもう大量に。確保にしていきます。おい、おい、あ、いた。あれ、え、見てるのかよ。なんだよ。あー、見て。残念、お前の超能力はもうない。そう、凡人だ。はい、どうも皆さんこんにちは、ワイテルズです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。元気ねえな。まっさらな土地が、そうですね、後ろにまっさらな土地が広がっておりますが、ここに今からあれですね。なんだっけ。あれだよ、ね。俺の予感だ。そう、森の予感を。俺の予感を。立つのかついに。ビンディケーター連れてきたから。久しぶりも何も覚えてないよ。そう。ね、あいつらを捕獲するための。しらけんなよ。お家を作るんだよ、そう。お家を作ります。よし。場所作んないとね。連れてこれないのね。そう。そうだね。危険なんだよ。エボーカーは、連れてくるともう放置する場所もないっていう。そうだね。危険すぎる、あいつは。壁貫通だから、終わってから、森の予感作れよってから連れてくる。来てからじゃないとね。はい。ということで。まず方針は入り口。やっぱちょっと縮小サイズでいかないと。そうなんだよね。そうだ。どうしよう。それがいい。玄関も縮小か。玄関、これで、これで。いや、ちょっと待って、この大きさで正しい。うん、え、あ、そうなの、なんだ。まあいいや。このぐらいの広さぐらい、とりあえず、とりあえず、ここ。
冷蔵庫やば、納金金銭全部あるし全部それ全部やる必要なくねあれしねえしあれしあるでしょ待ってるしああこれ丸石全部焼いた説あるんだけどなんかすげえ減ってたよ多分焼いた焼く必要なくねこれさ別に見えないところは引かなくてよくねいや空洞にするって言うんですかなんかそうだよおい血管だぞやっちゃえよ外観からやるどうする中身からやる外観からでとりあえず入り口作らねっていう外観からやる入り口完成じゃねえの入り口は完成でしょ入り口完成いや、どこが完成なんだどこが何を思って完成って言ってんのどこまでを入り口とする外観やるんだったらもうダークオークのあのやつ置いておこう周りまるしねえなカラフルだななんかあ、サンキュー。いっぱい入ってる。しかも建材ばっかり。嬉しいね、なんか。黒い白、あ、白かぶつくつ、なんか、初めて見たやつ。初めて見た。確かに初めてだ。初めて見る。初登場じゃない？初登場。こんだけ長期にわたって使っておきながら。え、やっぱハーフブロック、そこさ、階段って言われたんだけど、俺。ハーフブロックなの？階段でしょ。それ階段？ないよね。え、向き違う向き違う。む？そう、横置き階段ブロック。ああ、そういうことか。横置き階段。お、これが。ほら、もうこれ死んじゃう。素晴らしい。来た。じゃ大きさはそのままで部屋の数減らすみたいな。まあ、そうだね。あと、まあ小さめな部屋を中心に作る感じでいいんじゃない？じゃあ、とりあえずもう形だけを作っちゃおう。階段何？一分の一は作ってんの？もうやっちゃったよ。まあ。1分の1だよその階段の一番後ろがもうその縦の奥行きの限度にすればいいんじゃね？そうだね。そう。そうね。外側に部屋作んなければ多分ちょうどいいぐらいになる。ちょうどいいっしょ。先に絶対外装作った方がいいわ、これは。外装。丸石も全然ないんだけど。そう、あんな持ってきたのに。全然あんじゃねえかよ。ほうほうほう、そうなってんのか。なんかね、すごいよね。でもなんかすごい精巧に作ってるなって感じだよね。なんかこれが自然生成っていうのもなかなか。やばいよ。俺は困ってるもんだけど、俺が。あ、あなた邪魔ですよ。あ、やるのね。仕事が欲しかった。現代人じゃん。あそう。なんか一回と二回。何か仕事をしていないと不安になってしまう。ここすげえ。どうなってんだこれ。ここマスターしたなここ。マスターした。シャ君感動。階段壁壁三つ階段壁三つ階段みたいな。感動でやつ。なんかそれっぽくなってない？だね、なってきてるね。あ、待って。どうした？壁一個ずれてた。え、嘘でしょ。白樺ってさ、原木使わないよね。全部、はっきり言って加工にしちゃっていいんだよね。極端な話。白樺の原木は使わないよね。これさ、前も言った気がするけどさ、赤目の極端な話って全然極端じゃない説。検証したいんだけど。
ちょっと中向けなく、極端な話して。極端な話。極端な話。急に降った。極端な話って難しいよね。極端な話か。極端。極端な話さ、中身が極端な話って言うと、全然極端な話じゃないよね。極端じゃねえよ、その話。そんな極端じゃねえだ。全然極端じゃねえ。クソ入り組んでんだけど、これ。黒。黒。黒。枠じゃん。枠枠、タイマーとりあえず応急処置的にタイマー置いとくね。極端な話、別に今ここで考える必要はないよね。うん。え、鮭そこいる。こんなあったっけ？あるあるある。なんかうざくね、こいつ。ただ上に登りたかったときに置いといてみんだけど。いや、違う。そこあるんだよ。なんだこれ設計したやつ。おや。オートジャンプだったらうざいやつだよ。オートジャンプすんなよ。極端な話。極端な話。極端な話、オートジャンプしなきゃいい。こんな感じでしょ？足りないっす。じゃあ一応持ってくね。スマイルのチェストも全部使った？使った。あれ、なんか増えてる。ちょっと。怖っ。初めてのね。オートチャージ。本当オートチャージされたんだけど、今。びっくりした。持ってきたんだよ。ちょっと、気味。俺がオートチャージしたんだよ。オートチャージ。違いない。俺がオートチャージしたんだよ。オートじゃないじゃん。オートの反対なんだ。セルフでしょ。セルフよ。セルフチャージ、普通じゃん。もう普通じゃん、普通じゃん。マニュアルチャージ。なんだよ、それ。意味わかんない。いや、オートマニュアルなんだよ。マニュアルチャージに突っ込まれて終わるっていう。キリアン。ん?2階のカーペット教えてほしい。2階は。2階は。ここら辺赤。ここ壁3マス？壁に沿って1つが白だね。こんな？で、そこからずっと、ああ、白、はい、次。来ない。来ないのか。ここら辺全部赤。じゃあ、キリアンこっちやってくれたんじゃなかったの？ん？あれ？ああ、やってない。壁作っただけかよ、お前。わかんないんだもん。何やってんだお前。邪魔だぞお前。ねえねえ、キリアンキリアン。やりに行ってる？ん？これ一マスずれてる。え？ここ。あ、そうだそうだ、ずれてんだ。ここずれてんだよ。一つ奥。ねえ、ねえ、お前ここに草捨てんなマジで。マジでこれ。取っちゃった。誰このシルカは。すげえ、これすげえ。すげえ。開いて。ちょっと浮く。あ、え、今ストンと落ちた。ああ。どうでもいいや。絶対どうでもいいこと言ってるでしょ、君たち。何やってると思う。何やってると当ててみ。ルカを草けしめしてそう。いや、それじゃない。プラス。プラス、え、何やってんの？これ分かったらすげえわ。じわるんだけど。このどうでもよさで。いや、どうでもよすぎたら分からなきゃいけないわ、こんな。何やってんだよ、ほんと。何やってるのにもう。真相は動画で。あー、ちょっと、アップロードされたら見るわ。あえて、スマイルやってる。くだらないでしょ。いや、キレイくる。はい、はい、はい。見てる、上から見てるぞ。何見てんだ。何見てんだ、あいつ。あ、じゃあ俺こっからジャンピング就寝するわ。はい、見てるよ。行くよ。で、届くか。お届かねえ。寝てる。届かねえ、しれっと寝てる。